調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし未だに信じられないな、巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、ハンジ分隊長。被験隊が、捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？行くぞ！残らず駆逐してやれ、このでけえ害虫が。やった、礼は言っとくよ。気を抜くな、まだ危機は出してないぞ。外周が取った。やった取った。どうだ、やった。あなたに助けられるなんてね、ありがとう。いつもみんなに守られてばかりじゃ情けないですから。助かった。あっちは追い詰められてるみたいだ。助かった。やってやる、
しても生かした人生を送ってやる。しやがれ、落ちろ。始めるぞ。やってやる。すみません、ご迷惑を。まだ戦いは終わってない。集中して。落ちろ。あんな風に戦えるなんて。思い知ったか、これが人類の力だ。次の戦闘に備えるぞ。おい、なんてこった。
ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被験体の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど、立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで？今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。はあ。巨人が怖くて。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。ケチラ
ってりゃ楽勝だろ。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。頼む。分かったぜ。まずは旧市街地を抜ける。総員、進め！もう一押し。ごめんなさい。間に合わなかった。本体は迂回ルートを移動中だ。落とした。分かったぜ。ごめんなさい。片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。生きられるのは勝者って狙う。ミカサすげえな。俺とは動きが違うぜ。分かったぜ。
ごめんなさい。正解だったよ。お前と一緒に行けば楽できそうだ。さすがは首席のミカサ様だ。無縁弾、ヤバいってことだよな。蹴散らして頼んだ。分かったよ。あー、巨人が来ないで。今助ける。もう一押しや。手を貸そう。もう一押し。生きられるのは勝者だけ。ありがとう。嬉しい。よくやった、ハッカーマン。このまま連携して作戦を続けるぞ。潰す。市街地は越え、炎が上がっている。一体何が起きているの？潰す。戦わなければ勝てない。出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士なら直接倒すしかない。
これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。よっしゃ！あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。負けるもんか。飛行士もいるんだ、手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。人を追ってこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。行くよ。
了解だ。逆に立てた。行くよ。